どうも皆さんこんにちは、ワトソンでございます。それではアストロプレイルーム続きの方遊んでいきたいと思います。前回はね、この冷却ファンのステージを第2ステージまでクリアしたんで、今回その続きです。で、ここにメタルギアのオマージュがいると。ここら辺ほんとね、面白い、やってて。さあ第3ステージ、レッツゴー。第3ステージは極寒の氷ステージですね。ここら辺ペンギンいるんだよね、かわいい。ここら辺の鎌倉も壊したりするからね、そこら辺面白い。で、ピース1個目で、ここでこれを持ってあれに投げると、すると足場が落ちてきて向こうのエリアに行けるようになります。で、これ3つ引っ張ると、よいしょ、でっかいのが現れて、引っ張るとアーティファクト、プレイステーションブーブナビゲーションコントローラーと。これは多分 VR のモーションコントローラーの先駆けというか、そんな感じかな。いやー、知らない商品いっぱい出ますね。ここがほんと難しいんだね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。オッケー。で、これを引っ張ると、よいしょ。ててててい。アーティファクト2つ目。あ、出ました。プレイステーション3のゲームディスクですね。まあ、ここら辺はプレステ4とか PS5 とかとあんまり変わんないよね。で、これね。これわかるかな？これ元ネタ。このソフトの。ウォッチャーデッドっていうね。まあ、おそらくアンチャーデッドのオマージュでしょうね、これは。いや、こういうなんか隠し要素っていうのは面白いよね、やっぱり。よいしょ。で、ここら辺ちゃんと乗り継いでいくと。ただ、この下にね、ピースがあるので、ここら辺は取り忘れ注意ですね。よいしょ。さあ、もうここで。はい、これで最後のピースゲットですね。これでこのステージは2つのアーティファクトと4つのピースを集め終わったんで、完全クリアと。よいしょ。よいしょ。あ、ごめん。全然ピース4つじゃなかった。ラストあったね、ここに。忘れてたわ。これでラスト4つ目のピースですね。で、ちっちゃくなる前にこっち行くと。さあ、これで第3ステージはクリア。で、これね。わかるかな？この元ネタ。ベレー帽とジャケットを着た人と。おそらくこれはね、バイオハザードのオマージュですね。ジルともう一人がわかんないんだよね。これがクリスなのか、もしくはブラッドなのかな。で、おそらくこっちがゾンビで、これがおそらく T ウィルズのサンプルを持っている研究者っていう感じですかね。ちゃんと落とさないんだよね、これ。しっかりとキャッチすると。はい、では次はね、第4ステージへと行きましょう。またまたカエルへと変身いたします。乗着。で、こっちを押すことで、ピースが手に入ります。まず1つ目です。ここに乗って、で、向こう行く。オッケー。これで2つ目のピースゲット。ここ意外と難しいんですよね。さあ、これで2つ目かな、ピースは。よいしょ。後ろでなんか楽しんでるね、アストロボットたちが。さあ、こっからは水に乗って上に行きます。で、右に行って、よいしょ、氷の足場を乗り継ぎます。こうすると、はい、足場が干上がって、そこに現れるのはアーティファクト。これね、これね、俺すごい興奮したんだよ。懐かしいよね、これ。 PSP のディスクですよ、この形ね。ほんと懐かしい。で、ここにあるボトロコっていうのは、おそらくロコロコかな、おそらくロコロコっていうソフトのオマージュだと思いますね。ほんと懐かしいよね。自分 PSP はね、めっちゃくちゃやってたからね、懐かしい。さあ、無事たどり着きました。ここにはラストのアーティファクト。その名も PSP ですね。懐かしいよね、ここら辺。ほんと、左下のさ、なんだろう、マイク兼スティック。あれもうぐるぐる動かしてたわ。丸ボタンとか押しすぎてもうへこんだしね。いやー、懐かしい。自分はこの PSP はね、赤色でしたね。よいしょ。まあ、どうでもいい情報ですね。よいしょ。こっちの方に多分ラストのピースかな？上でなんかトランプタワーみたいにしてる人がいますね。さあ、これで、上へと登っていき、イエーイ！これで、第4ステージクリア。このクーラーステージの最終エリアですね、これが。いやー、ふぅ。ここら辺も楽しんでる子たちがいっぱいいるよね。え、これわかるかな？この元ネタ。このペラペラなやつに、この赤いニット帽。
おそらくこれはね、パチャッパラッパーっていう PS のゲームだと思うんだよね。リズムゲームなんだね。めちゃくちゃね、面白かった記憶はありますね、これ。キック、パンチとかね、言ってる玉ねぎ師匠とかいましたね。さあ、これで、コードを引っ張って、最後のアーティファクトゲット。その名も、プレイステーション3ですね。いや、自分プレイステーション3は持ってなかったからわかんないけどね。このフォルム懐かしい人多いんじゃないですかね。これにて、クーラーステージは全クリアっていう感じですかね。さあ、戻ってきた。ここでですね、先ほどの、シャープ1で紹介した、PS のルームにコレクション要素として、こんな感じで手に入れたアイテムが触れます。で、ピースに関してはこんな感じで壁画になります。さあ、ここでプレイステーションラボと。ここでね、手に入れたアイテムをじっくり見ることが可能です。でちょっと聞いてほしいんだけどね、この音。わかる？この今の PSP の起動音。もう一回しますね。この音よ。すごい個人的に懐かしくてテンション上がるんだよね。めちゃくちゃなんかもうね、ここら辺も見ててね、すごい楽しいよね。よいしょ。でですね、先ほどとか、まあ、ステージクリアとかで手に入れたコインはどこで使うのかっていうと、この部屋に行くことで、まあ、この子たちからもらいますけど、最初は。この部屋に行くことで、ガチャガチャができます。1回100コインかな？で、ピースとかね、コレクション要素で飾るフィギュアとかがもらえます。あ、戻っちゃった。こんな感じでピース手に入れたら増えます。どんどん開けていきましょう。はい、ピース。はい、ピース。はい、空き缶外れですね。はい、ピース、三つ目。はい、赤ということは、アーティファクトです。プレイステーション3。これ以上小さくはできません。おそらくこれは、後期モデルっていう感じなのかな。どうなんだろう。まあ、こんな感じでアーティファクトが手に入ることもあると。はい、外れ。二つ目。はい、またまた金色。ということは、出ました。アーティファクト、プレイステーション3。待たれたね、これは。多分ね、ステージクリアに応じてこのアーティファクトが増えていくんだと思いますね。今は、プレイステーション3のステージをクリアしたから、プレイステーション3しか出ないのかなって思いますね。はい、銀色。はい、こんな感じでフィギュアも手に入ります。はい、ピース。はい、ピース。そして、ラスト1回。はい、最後もピースと。さあ、戻りましょう。で、こんな感じで手に入れたアイテムは、手に入ります。あ、PS3 も全部あれ違うんだね。一緒かと思ったわ。で、ここら辺のね、やつは知らないな。こんなに PS3 でも種類があったんですね。おぉ。こんなか、そこが動くんだ。へぇ、知らない。こんな感じで、その、ディスクが出るタイプが普通だと思ってたけど、ここにディスクを入れるタイプもあったんですね。それは知らない。知ってる人からしたらすごい懐かしいんでしょうね。ここら辺は本当に。よいしょ。こんな風にね。多分、大体こういうディスク入れる形式だと思ったんだけどね。こんな感じでディスクを、なんだろう。昔の DVD ディスクみたいに入れる感じもあったんですね。さっき手に入れたフィギュアなんかは、ここら辺に飾られます。今回プールを手に入れたんでね。こんな感じで出ます。いやー、こういうのってなんかもう一生見てられるよね。めちゃくちゃ楽しいね。はい、ということで、本日の動画はこの辺で終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。またね、次回以降は、冷却ファン以外のステージがね、あと3つあるんで、そこら辺もクリアしていこうかなと思います。それじゃあ、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。またねー。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。もしこの動画が面白いと思ってくれた方は、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。概要欄には Twitter のリンクも貼っておりますので、そちらもフォローしていただけると幸いです。それでは、また別の動画でお会いしましょう。さよなら。